はいどうもひろとです。本日は新宿アルペン東京さんに来ております。今回は一人で来ております。翔平さんと良平さんが来るそうなので先回りしてカメラを回します。二人は自分が来ることは知りません。エスカレーター降りてきたら勝手にカメラを回して速攻企画をしていきたいと思います。今回の企画は良平さんにこのエリアの中からプロモデルの野球道具を見つけた数かける100円を翔平さんのポケットマネーから出したいと思います。良平さんが6月13日で誕生日なのでこのエリアの中からね翔平さんのポケットマネーからプレゼントしていきたいと思います。では早速やっていきます。お疲れ様です。えお疲れ様です。誰お前誰じゃない待ってください待ってください待ってくださいよ、二人とも待ってください、待ってください。翔平さんと良平さんが今日アルペン東京来るからちょっと先回りしました。ストーカーお前平日に暇だな。暇じゃないです。何今回は今回は企画始まってるの。企画始まってます。今回は、このエリアの中からプロモデルの野球道具を見つけてもらって良平さんに翔平さんのポケットマネーから。何仕事実語がよく分かんないけど何プロモデルを見つけてもらって見つけたら良平さんに俺にプレゼント。じゃあすぐ見つかるよ。ちょっと要約しましょう。何僕がプロモデルを探します。このエリアから、はい、うん、で、探した数まあだからグローブにしろ見つけた数そうね、かける100円翔平さんのお金で僕にプレゼントがある。得ねえじゃん俺。お前に得じゃん。で それで合ってるっていう、うん、でそういうことそういうことです。だとしたらお前の日本語能力やべえな。日本語下手すぎだろ。いきなりなんでこんな企画になったの。陽平さん誕生日だから。ああそういうこと、はい、おお、いえ企画でタンプレ渡す。でもさ見つける数が少なかったらその分そうね買えない額になるかもしれない。そうそうそう。意外とプロモデルって少ないから。え、グローブだけ。いや、野球道具全部。いや、わかんない。これはいいかもしれない。なるほどね。限定品を見つけたときね、限定誰々モデルみたいな。まあなんかまあ面白いからやってみるか。そうね。今回お邪魔したのは東京都新宿区にあるアルペン東京さん。4月1日にオープンしたばかりのアルペングループ史上最大店です。大量の野球道具が皆さんぜひお越しください。一つ目。そう、めっちゃ軽いんですよね。これ山田選手モデル書いてない。書いてないけど、だってほらもう。入ってっかもわかんねえ。鉄と山だって書いてる。入ってっかもわかんねえ。色ちげえで。色はね。色は。それをプロ支給品だからね。意外とないんじゃないかな。お、来たぞこれは。直し切って。ないよね。これだって普通の HOH じゃない多分。プロモデルとかじゃないと思う。岡村モデル？ん？岡村モデル？それこれじゃん。ないわ誰？左だけど、はい、これは大谷選手じゃない？ウェブ的にモデルとは書いてないけど、これ多分大谷選手モデル。そうですね。書いてないよ。まあ大丈夫。大谷選手モデル見つけようと思えばこの辺いくらでもあると思うから。じゃあステイでいいや。ステイでなかった。これあ、しまった。あ、やった。お、ちょっと。上田真澄。でも違うんじゃない？もう今。書いてあるんだよね。カタマサミンって書いてある。そう、2人目。2人目、はい、2人目ね。内野兼用のね。そうそうそう、バンドペナピッチャーとショートね、うん、あかんねえこれ。どこで青森。絶対プロモデルなんだろうけど誰のだかがわからない。ペン先に見る。はい、お聞きしてもいいですか。はい、この辺って、はい、プロモデルだったりします。そうですね、店舗別注オーダーになります。あ、じゃあプロモデルって限らない。プロモデルではなくて店舗別注オーダーで。なるほど。基本的には、まあ、あのプロが使っているような。ああ、じゃあちょっとモデルではないというようなね。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。助かりました。ありがとうございます。あと絆とかもやっぱうち2つですか、ね。2本、うん、内野手用と外野手用2つがあるんです。はいはいはい。これはあの大谷翔平選手と同じあの。です。加工がされてる。加工されてるんですね、はい。これのピッチャー用だったら、そうなってたら大谷選手持ってますよね。それは確かこれ市販されてるの、あの、何も柄がないやつだと思う。あ、マジ？はい。また大谷翔平選手とはまた違う。あ、違う。あ、よかったです。これ
もプロモデルな感じするんだけどな。ね、ほら、さっき次で行きましょうかって言った瞬間見つけたの。早いな。3人目だ。3人目。300円です。それは？いや、違うだろ、違うだろ。あ、まず誰？菅野智之。マジか。4人目。早っ。左側の方があるんだ、プロモデル。チャックスかも。あ、子供用ですね、多分。何これ。何？この V のウェブを見ていただければ。ダルビッシュ？マジか、ダルビッシュ。いました。5人目。子供用。マジか。ジュニア用で。5人目。何？何？あー、マジか。6人目？マル選手。そう、マル選手。子供用って、子供用のグローブって、プロモデルが多いんですよ。そうなの。じゃあこれは？それさっき大谷選手が持ってて。かぶりは？また、はい。はい。はい。ウェバイス。ウェバイスもマジか。何人目じゃん。なんで？何人目。700人目です。もういいんじゃないですか？この辺はどう？ん？これ？なんかこうじゃないですか？かもね。何？ナイス。ヒロト。ナイスヒロト。ふざけんなよ。8人目じゃねえかよ。多いな。これあれじゃない？ほらやっぱ。何？あー。誰？はいはい。鈴木誠也選手。おー、待ってこれ。9。9人目じゃん。9。早っ。こっちはどう？この辺じゃない？ん、待って、まだ終わるわけないじゃん。12名っす。誰いや、坂本12名っす。来たな。1000円惜しいんじゃん。そうっすね、でかいっすね。マジかよ。たまらん。1つ目っすね。これたまらん。マジかよ。たまらん。源田選手。はい。いや、ちゃんとね、さっき今まで水野の出したじゃないですか。うん。乙女もここに全部揃ってます。マジか。いや、いないでしょ、誰も。ん、もう見切ったじゃないの。あ、誰？誰？決戦。え？お、マジか、いたな。水野でモデル出たの去年から。去年。はい、マジか。そう。だから多分あっちになかったんだと思うけど。じゃあ11人目？11か。うん。はい、11人です。うん、そうね。多分そうですね。そうすんだよ、もう。でもね、グローブね、まだね、たくさんあるんですよ。そうか、こっちか。今年意外とプロモデルって少ないからな。じゃあいいな。あんだけ見つけた方だと思うんだけど、うん、とりあえずもう歩いてて見ててしかない。いらっしゃいませ。まあ坂本選手はね、もうやって、うん、これも多分菊池選手なんだ。あ、違う。あ、何ですか。これ佐藤って佐藤誰の何ですか。寺脇。いらっしゃいませ。外野じゃないんだ。内野、佐藤じゃない。内野出てますよ。マジ、うん、いらっしゃいませ。ゴミ出してる。そうかもしれない。そうかもしれない。そうかもしれない。だよね、多分。佐藤輝明です。やば。じゃあ12人目。12。そしたら、この辺全部本来そうなんじゃない。そうかもしれないですね。あ、いらっしゃいませ。書いてない。あ。何や。ピッチャー、誰ピッチャー。楽天。早川選手モデル。じゃあ12人目かな。12人目。マジかよ。13じゃないですか。いすぎだろ。お、あはは、ミス。自分で見つけちゃうっていう。奥川さん。はい。13？ 14じゃないですか。14？ 12じゃね？ヘッドルやないかい。あ、来ましたよ。なんか僕最近めっちゃ大好きな、はい、ライオンキング栗原選手。栗原選手モデル。マジか。栗原選手めっちゃかっこよくないですか。かっこいいっす。最近ハマってるんです。イケメン。MM です。まあモデルって言ったらどうか分かんないですけど、宮本選手の MM 型入って18年って書いてた。いや、書いてない、うん、書いてないんじゃないですか。でも、知ってます。はい。イチロー選手モデルだけ。そうなんだよね。一応イチロー選手だから、イチロー選手モデルって言ってるのと一緒です。絶対違うだろ。イチロー選手モデル。え、これ？これ？そう、これ、あの、イチロー選手のやつ、これないんですよ。いらっしゃいませ。まあ晩年はありましたけど、あのシアトルマンデラーズ第1次の時はここがなかったんで、でこのラベルを選べるのはイチロー選手。そう、イチロー選手だけ。やば。じゃあ16でいい。ありがとうございます。16人目。やばいよ、ちょっと。これは多分その試合だ。これね、あれですよ、沖縄のあの方ですよ。宮城投手。いらっしゃいませ。おー、マジか。オリックスの。そうっす。マジ。うちなんちゅう。めちゃめちゃあるじゃんっていうか。だからもしかしたら
まあ、多分これモデルっていうか型なんですけど、まあ、16オーダーで店舗別注でモデルとして販売してるような、その隣も怪しいんですよ。来たほら正解かね、地味な新潟見ただけで分かった、やばやば。これ住谷選手のミットってめっちゃ浅いんですけど、元があって、元が住谷選手が城島選手からミットもらったりとかいろいろ聞いたりしてが元になってるんですよ。で今の甲斐選手モデルが住谷選手モデルを元にしてるんですよ。だから元がだから城島選手モデルが、なるほど、住谷選手に来て、でそこからそれが甲斐選手モデルになってる。マジか、18人目ですよ、若き、ね、日本のスラッガー、ヤクルトの若きスラッガー。そういったあるんだ。そう、水野って確か村上選手、山川選手がオーダーで型番を選べたはずなんですよ。ちょっと見て、あ、そうですね、撮影部で今日もホームラン打ってるからね。やば、打ってるか、どうすか、オッケーっす、はい、いや、で、これ2000円分になりましたね。やるな。やっぱプロの選手って水野がやっぱ水野が契約選手多いじゃないですか。だからオーダーの時に選べるのもやっぱ一番多いのも水野ですし、もういいんじゃない、そろそろ。いや、探さあるよ、探さ全然あるよ、そろそろね。これマイケルか、はい、これだ。あ、見つけちゃったんか。また見つけたんですか。いやいや、もうこれは絶対あると思ってた。本当ですか。絶対見つけられるグローブなんで、そこのMK 王冠スタイル、ベルノスが上手。これ歌舞伎なんだっけ、確か。なんか YouTube チャンネルでなんか言ってたような気もします、このウェブについて。名前は出てたけど、これはびっくりした。やば、松井投手発見、発見です。これも発見ですね、カラコの選手、すごい、はいはいはい、何人目今これ。あ、いいの入れて、入れて、入れて、23、22か、22、23、うん、あ、それはなしでしょ。スインボール、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。